はい、こんにちは。オリジナル問題を作ってみたんですけども、まあ、作ったといってもこんだけ単純だから、まあ、もしかしたら世界中、広いんで、もうすでに同じ問題はあるかもしれませんけど、まあ、大した問題じゃねえなと思いつつも、一応私最初答えを設定して、で、ちゃんと絞り込めるかなってやってみたら、最初に私が想定した答え以外の答えも、ちゃんと論理的に見つけられる問題になってたんで、ああ、答え2個あるなら、まあまあ、マシな問題かなと思ったんで、やってみます。で、ここでまあ全部、平方数が、まあ3つ登場すると。で、PQR は異なる素数ですよ、ということで、ここではもう、やっぱり何度も言ってるように、mod3 とか mod4、mod5 もなんですけど、平方数と相性がいいと。いうんで、もういきなり mod3 で検討したくなっちゃうんじゃないかなと。で、なんでって言われたら、それはもう、やっぱり絞り込みやすいからだという話なんで、まあ、単なる経験則ですね。で、mod3 で絞り込むときに、まあ、入試でも、平方数を3で割った余りは0か1であることを示せって、括弧1でさらっと、もう何個見たかわからないぐらい、一応 mod3 で考えろよという前提条件で、もう括弧1番で、平方数を3で割った余りは必ず0か1であることを示せというのがついてるんで、まあじゃあここでもちゃんと一応さらっと示しておくと、n を3で割った余りっていうのは割り切れる3の倍数か余り1か余り2っていうのは余りマイナス1と表現できると。だから余りは0、1、2の3種類しかないと。そしたら2乗3の倍数だったら、やっぱり3の倍数だし。3で割って1余る数や2余る数は2乗すれば、プラスマイナス1、2乗しちゃうと、プラス1にしかならないんで、余り2はありえませんよと。じゃあ、そしたら、まあこれは一応まあさらっと言っとくとして、mod3 で考えたら8っていうのは、マイナス1です。これは2よりもマイナス1の方がいいですと。そしたら、あの式は合同式で書くならば、mod3、法、3を法とした、合同式で書けば P2 乗イコール合同 Q2 乗マイナス R2 乗と。おそらくなんかこれ移行、まあ別にしなくてもいいんですけど、なんとなくしたくなりませんかと。なんかピタゴラス三平方の定理のような式ができちゃうと。まあもちろん合同ですけど。で、ピタゴラス数は、もしもこれイコールだときに、どちらかは必ず3の倍数ですよとか、どちらかは必ず4の倍数ですよとか、3つのうちどれかは5の倍数ですよっていうのはもう何度も紹介してるんで、まあここではもう今、mod3で考えてるんで、どちらかが3の倍数ですよということをさらっと示しちゃえれば、p も q も r もこれには素数だって言ってるんで、どちらかが3の倍数、かつ素数と言ったらもうそれで3と決まっちゃうということで、じゃあここでもしも、p も3の倍数でない。かつ、r も3の倍数でない場合は、こういう示したように、平方数の場合は、共に mod3 で1です。ってことは、1たす1合同9の2乗。これもやはり平方数。平方数が、今、3で割った余り話してて、3で割って余りが2になることはあり得ない。ということで、p が、3の倍数かつ素数だから3。R が3のどちらかですと。どちらか。P が3または R が3。で、元の式に戻れば、P が3はダメですね、これ。P が3だったら9イコール9の2乗プラス 8R の2乗。これ明らかに9よりでかいですよね。P、Q も R も素数なんで。なんで P イコール3はダメ。となったらもうこれで R イコール3が決定しちゃいましたと。じゃあ、R イコール3が決定したら、もう元の式に戻って、P の2乗で、じゃあ移行しつつ、移行すれば、ワトソンの積になるんで。で、8×9、クは42。まあ、でもここは、素因数分解の方がいいですね。3の2乗と。で、もうあとはもう、同じような、P たす9、P 引く9が、2の3乗、3の2乗と。そしたらじゃあ P たす9がこのどれか。で、P 引く9もこれらのうちのどれかと。
で、ここでまあよくあるように先に、この連立方程式解くように左辺やってあげると、まあ足し算でも引き算でもいいんですけど、じゃあ足し算。2p イコールになるってことは、これ2を片っぽに寄せちゃって、偶数と奇数にしたら、これ足し算して奇数になっちゃうんで、整数解にならなくなっちゃうから、2はとりあえず1個ずつはもう必ず振り分けますと。で、残り3の2乗と2、1個で、今度は逆に、3を振り分けちゃったら、これ足し算したら6の倍数、すなわち P に3が含まれちゃうと。で、P そもそも素数で3含まれるとか3になっちゃうんで、異なる素数という条件から反しちゃうんで、今度3はもう分けられませんと。だからもう9の塊。で、9の塊と2の塊、こっちの方がでかいんで、もう必ず上ですね、上。で、最後の1個には、まあ、片っぽに寄っちゃってもいいし、分けても大丈夫かなと。まあ、これに合う、ちゃんと、P、Q が素数であれば、それでも、この2つは解になって、で、じゃあ2括弧。この場合だったら、18たす1で19。9たす2で11。そうすると P は、19か11で、これに対応する Q が素数ならそれでも問題なしと。ということで、19の場合だったら、19-9 が、19はこっちの前だから、2、1が2。なんで、9イコール17で OK。なんで、結局、答えは、P、Q、R の答えは、P が19だったら、Q が17で、R は3と。で、11だったならば、11-9 が、2人が4なんで、9が7。これも OK ですね。私が最初に実は想定した答えがこっちで、で、解いてみたらこれが見つかったという話でしたと。じゃあ以上です。ありがとうございました。鈴木貫太郎のオンラインサロン、新聞6紙拾い読み。私が新聞6紙を読んで気になった記事についてあれこれ本音で語る生配信、毎日朝夜交互で8時半からお送りしております。YouTube では話さないような、本音もちらほらと語っております。おかげさまで、始めて20日間以上過ぎましたが、当初予想していた人数よりも多くの方に入っていただきありがとうございます。私自身も、毎日新聞6紙を4時間以上かけて読む習慣がついて、この年になっても学ぶべきことが多くて、日々自分自身が向上していくことを自分自身で楽しんでおります。まずは7日間無料体験がありますので、そちらでぜひお試しください。